えー、木の動物病院で15年連れ添った猫がいつ亡くなってもおかしくない状態だと言われました心の安定のために何をしたらいいでしょうか小学生から一緒で実家から出るときに一緒に出て現在1人暮らしで見ています仕事は1年目平日日中は仕事でもしその間何かあればと考えると怖くて仕方ないです、えー、心臓水臓腎臓肺炎尿血跡とこれまでたくさんの薬を飲みながらよく頑張ったと思います覚悟はしていたつもりですが突然の告知で心の準備が追いつきません、えっと、一回実家に帰った方がいいかもし ないですねあのその人間が死ぬ時ってあのお葬式というシステムがあってその親族が自動的に集まるようになったりするんですよ。 要はその親あのじゃあおじいちゃん亡くなりましたっていうとなんかあのバタバタと親族が集まってなんかお通夜ですっていうのでなんかあのみんなで食事の準備をしたりっていうのでその肉親だったり近所の人だったりっていうのがそのみんなで集まってその悲しさを乗り越えるっていう儀式をやるんですよ。でまあお葬式みたいなのがあのなんか1日とか2日後とかっていうのがあってなのでその自分の大切な人とかその親しい人が亡くなった時はその周りにその親しい人親族家族と一緒に過ごすことで。 でで,であのその丸さんにとってみたらその猫っていうのはまあ自分の家族同然だと思うんですよね15年間連れ添ってるのでなのでもし亡くなったとしたらそれを埋めるっていうのはやっぱりその家族だったり仲のいい人と一緒にいるよはあの誰か近くに人間がいるっていうだけで割とその心の安定につながったりするのでなのであのまああのすげえ仲のいい友達がいればその友達の家行くとかでもいいですけど。